ッピーさん、何かこの子は見て楽しくなるマジック見せて。わかりました、ケロちゃん。子供が見て楽しくなるようなマジック見せてほしいんだね。うん。じゃあ早速やってみましょう。うん。じゃあケロちゃん、まだこの帽子かぶってたんだね。なになに？まだ子供の日は来ないよ。そうか、子供の日が来るまでケロちゃんこの帽子をかぶってるようですね。はい、それではやってみましょう。わ、この袋の中に何か入ってるよ。わわ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 、黒い色画用紙、そしてコップ。はい、アダブカダブラーとまじないをかけると、なんとなんとなんと、わー、キャンディーが出てくるではありませんか。すごいね、こういうのケロちゃんいいんだ。うん、いいね。他にもね、あるんだよケロちゃん。空のコップね、ワン、ツー、スリー、わわ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 わ、やっぱり飴舐めたらね、お茶も飲まないとね。特に今日はね、気温が高いんで水分補給が必要ですよ。というわけで今日はシニアの手品教室、子供が喜ぶびっくりカップ、これからこのマジックのやり方を解説しますので、最後までご視聴ください。実を言いますとね、これ結構ね、子供会とかなんか行ってラッピーやりましてね、すごく受けたんですよ。で今ちょうどね、子供たちね、お家で過ごしてると思います。でもしこのね、動画を見てる方が、シニアの方が、あるいはお家の方が見てましたら、ぜひねこれを作って見せてあげてください。とってもね、喜ぶと思います。ただおやつをあげるんではなくて、こんなマジックをね通じてやっていただくといいんじゃないでしょうか。はい、準備、その前にね、このマジックの元はですね、この藤原国安さんという方が書きました100円ショップでドキドキマジックという本、この中の、はい、びっくりカップ、びっくりやカップというページですね。これを参考にして今日は動画を撮らせてもらいました。この本ね、DVD もついてますから、とってもいいと思いますよ。はい、出している会社はいかだ社ですね。はい、保育園とかのね本で有名ないかだ社というところで出しております、ドキドキマジック。はい、まずですね、この黒い画用紙を、こちらが20センチ、そしてこちらが15センチにハサミで切ります。そしてこのようなものをまず1枚作ります。はい、次がですね、透明のコップが全部で、通常は2つで大丈夫ですね。はい、で後でやりました、この水が出てくるのもやるとなると3つ必要になります。まあ今日はね2つだけでやってみたいと思います。でこれね、切り方、すぐね、まあ私も失敗したんですが、すぐこれね、ハサミでチョキッてやるとね、バリッと破けてしまいます。ですから必ずカッターナイフでね、切れ目を入れて、それからハサミでぐる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 っとこのね、ここを切ってってください。でそれでもう出来上がりです。でどんなのができたかというと、はい、一つはこんなのですね、透明だからね、よく見てくださいね。これは何にも、はい、
種はありません。でもう一つ種になるのがこういうこの縁を切ったのが種になります。これがこんな風に入ります。はい。で、セットの仕方はあらかじめですね、キャンディーをこの種の方のコップにこのように入れておきます。はい。それで何も仕掛けのないコップにちょっとこれをねこんな風に、はい、筒状にしてこのようにこう入れます。そしてこの中にこのキャンデの入ったコップを入れます。そうするとこんな状態になってます、中は。はい。でここまでがセットになります。でこれからじゃあ始めますよということで、コップを取り出して、そして親指で、はい、親指でここをこの色、黒い色画用紙を掴むんですね。その時親指がこの種のねコップのところに来るようにしてください。そしてこう持ってくると空のコップだけが下に降ります。で今中がこんな風になってますね。はい、空のコップがございます。そしてこれを下から上に、下からはいこのようにね収めて、そしてこの今持っていた両替用紙をちょっと斜めにして親指で押さえます。と右手が開きますよね。アタブカダブラーとまじないをかけてワンツーのスリッとやるとキャンデーが出てくるわけなんです。はい。ここでね、ちょっともう分かったからって消さないでくださいね。あのこの黒い色画用紙ね、これあの本番までこのようにこうしないということが大事です。本番までこのようにしておいて、そしていや始まる前に初めてこれをくるっと丸めてください。そうじゃないとこの丸めた癖がついちゃってて、こんな状態で取るようなことになりますから気をつけてください。はい。で以上なんですが、もう一度この流れをね説明いたします。まず、このようにはい、キャンディーを種になる方に入れておきます。そして色画用紙を色画用紙をこのコップにこのようにセットします。そしてこの中にキャンディーの入ったコップを上から落とします。これでセット終わりですね。そして親指で種のコップを、はい、このように取ってきて、中が空だというのをよく確かめてもらいます。そしてはい、この上にずっと上げてくると種のキャンデーの入ったコップと重なりますから、そして1、2、3で取り出すというふうにやってください。で後からやったやり方はこういうのの影にですねこれを置いとくわけです。そしてこう来ましたら、この紙だけをこっち置いておいてですね、そしてこれ持ってきて、はい、こうなってますね。でこれでさっきと同じです、やり方は。はい、このようにしてやってください。はい、以上で今日は子供も喜ぶびっくりカップ、よかったらいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこのゴールデンウィークね、お家で子供たちが何かね楽しみをこれで見せてあげてください。じゃあまた次回を楽しみに。